私は子供を抱いていたんですけど、後ろからもパンって押し倒されて、門を出るとそこには食べ物だけではなくて洗面器とあとタオルも準備されてたんです。はい、これは私たちが汚れた顔をこうきれいに洗えるように、あと歯磨きもできるようにって、パック、顔のパックまで用意してくれてた。面識もない私たちのためにこんな風によくしてくださって本当に優しいなって思いました。何度も泣きたくなりました。あれがこの1年間の中で最も幸せだなって思った出来事だったんじゃないかなって思ってます。お腹いっぱい食べれた？郑董大陆人都在那门口迎接我，桌上摆的有鱼有肉有点心，我还不，我不骗你啊，还有梅超，还有一对夫妻们准备德国香肠跟气泡水，我还是头一次吃了这洋玩意东西，我给老子非常谢他们，可就没办法说，讲那么多人谢谢，这份情我永远记在心里面。哎，但看世事去如烟，铭记恩情存如血。我以为这个世界呢把我忘记，后来我想呢，还是有人记得我们，还是有人记得我们，并没忘记我们，非常谢谢他们，谢谢他们。所以我一开始出来的时候，我是无。我是真无相信恁尔安尼，我是感觉啊，恁拢有目的的啦。才侪年啦，我才发现，这世界上哦，真正有善良的人啊，规家伙啊，爸爸妈妈带着囡仔、阿妈安尼出来，敢那准备一道的菜哦，还是规排，啊，搁几若桌，啊，搁有饮料啊，啊，搁会当散摊安尼，啊，就。乌的嘛有啦，会当真正甲无识识的人哦，当作是好兄弟，那是真无简单的。我代表好兄弟，搁有好姊妹啊，甲恁说多谢。乌的，咱来感谢啦，啊。